おはようございます、サンダルです。というわけで、金沢までシティリーグに行ってきたんですよ。で、まあ、結論から先に言っとくと、タイトルにもある通り、なんとね、そこのシティリーグで優勝してきたんで、今日はそこで使ったデッキを紹介するよ。あのね、先言っとくわ、今回の僕のデッキは本当にガチで盛り抜きで、いつにも増して参考にしない方がいいと思います。それだけ先言っとくわ。っていうかね、僕も動画のネタになるからこれ紹介するけど、優勝もできたしね、正直恥ずかしすぎて見せたくないんだよね。まあ、なんかある種反面教師的なところで参考にしてもらえるところがあるかもしれないんで、まあ、よかったら見てってください。というわけで、まあ、一応それっぽい話もしていこうと思います。まず前提っていうか、シティリーグのそのデッキ選択っていう話なんだけど、正直言って難しいっすね。っていうか、僕の感覚をはっきり言ってしまうと、チャンピオンズリーグとかそういう大型大会と比べると、かなりシティリーグって運ゲー感が強いんですよ。結構そのチャンピオンズリーグはみんなある程度準備期間っていうのを設けてしっかりと練習してくる人が多いイメージがあるから、まあ言ったら結構みんな似たようなデッキタイプを持ってくることが多いんですよね。ただシティリーグとなると、まあ今回の僕含めなんですけれど、練習期間をそんな長く取ってない人が多くて、ちゃんと練習して流行りのデッキとかを読んだ上でデッキ選択してくる人もいれば、今回の僕みたいに慌ててデッキを選択してくる人とかもいるんですよ。なんで、どっちかっていうと、チャンピオンズリーグは安定志向というか、幅広いデッキに程よく勝てる、ほぼ全部のデッキに大体5割くらい取れるかなみたいなデッキ選択がいいかなっていうイメージがあって、シティリーグに関して言うと、ちょっと尖った構築とかでも許される。無理なデッキはある程度割り切って自分の動きを通しやすいデッキを選ぶのがいいかなっていうのが、まあ、各大会における僕のデッキ選択のイメージですね。っていう前提で、今回の、まあ、デッキを選んだ経緯的なのに移るんですけれど、これもうぶっちゃけ適当なんだわ。たまたま刺さったと言っても過言ではないかもしれない。まあただ言うて流行りは読んだ上で作りたいデッキっていうのはあったんよね。今回で言うと、直前の四天王決定戦であるとか、あとチャンピオンズリーグ愛知の影響で、悪タイプのパーフェクションが、まあ、まず多いだろうっていうのは予想ができたんですよ。で、あのデッキってポケモン GX の特性にかなり依存度が高いんで、無人発電所とかミミックとか、ああいう GX の特性を止めれるカードは、まあ、持っていきたいなっていうイメージがあったんですよね。で、あとこれどっかで言ったかもしれないんですけど、僕多分 CL 愛知出れてたら、連撃ウラオス使ってたと思うんですけど、一応強いデッキとして連撃ウラオスっていう選択肢があったんで、本当は僕無人発電所入りのウラオスが使いたかったんですよ。っていうか、まあ一緒にシティリーグ出た知り合いが無人発電所入りのウラオスをずっと練習してたんで、それ見て、ああそのデッキも結構いいなとか思ってたんですよね。ただこれ言い訳になるんですけれど、シティリーグ今回のシティリーグの直前って、マジで練習する時間がなんか全然取れなくて、そのウーラオスを全く詰められなかったというか、なんか気づいたら明日金沢出発みたいな。で、ああもうどうしようどうしよう、わからんわからんみたいなこと言ってる時に、とある極悪カードショップの店長が、今無人ダイナかなり熱いらしいよみたいなの言ってるのを思い出したんですよね。もうこれしかない。僕は前回のシティリーグでも無限ダイナで決勝トーナメントに上がってるんだ。あとは回すのが簡単なんだ、このデッキは。言ってしまえば、ここで彼の運命は決まっていたのかもしれない。この時点で金沢出発6時間前くらいだったんで、まあ慌てて普段僕が動画で対戦相手に使わせてる無限ダイナを、まあとりあえず開いて、調整とかを始めたんですけど、まあ当然まともに練習する時間とかもなくて、一応前日入りすることにはなってたんで、まあ明日、ホテルで夜調整しようということで、適当に調整をして、それから別の、まあ、選択肢になり得るようなカードっていうのをある程度詰め込んで、そのまま徹夜明けで出発って感じでした。で、まあそう、前日入りなんで現地で1日余裕があったんですよ。で、ここの1日で何をするかっていうと、調整じゃなくて、まあ、僕はがっつりと観光したわけよね。兼六園でパック開封したわ。これ本当に申し訳ないんだけど、ガチで舐め腐ってる。もうなんかってかね、なんだろう、そのもう金沢に着いた時点で、もう無限ダイナとそれの調整用のパーツしか持ってきてないわけよ。もうなんか後戻りできないところまで来てたから、まあ正直金沢着いてからはね、かなりのびのびと観光してました。いや、ってかやっぱりね、なんか、魚ばっか食べてたんだけど、やっぱ都内で食う魚とは訳が違うわ。全体的にね、全部ねっちょりしてたわ。で、まあ観光して飯食って夜ホテルで知り合いのポケモン実況者数人と回してる時に、まあ、言ったら深夜テンションに突入したわけよね。ここで改造しまくったんですよ。で、その結果生まれた怪物が、このデッキなんだけど、ここからの話は全部その深夜テンションとして、お楽しみいただければと思います。
まあ、まずスタジアムは無人発電所にしようっていう前提があったので固定、それから、なんだっけ、レンゲキウラオスもまあ流行ってたから、正直ここを入れたところでレンゲキウラオスに本当に勝てるのかというのは正直疑問なんだけど、まあとりあえずここも練習してないから正直わかんないんだけど、キャプチャーエネルギーはウィークガードエネルギーにしておこうと。この時点でまあそのデッキの安定感を高めるカードが結構消えちゃってたので、他でその自分の展開を助けるカードを増やさないとなって思ったんですよ。で、最近はガラルサンダーの攻撃を耐えるために無限ダイナに大きなお守りを持たせる構築っていうのがかなり流行ってる気がするんですけど、ここでまず深夜テンションのいいところというか悪いところが出て、今逆に無限ダイナ減ってるからガラルサンダー V 入れてる人いないんじゃねっていう思考になったわけよ。まあ、そうと決まれば大きなお守りなんていらないわけよね。お守り僕抜きました。抜いてそこをポケモン通信のなんか意味不明な4枚目とか、まあ、ここはいいかな、スーパーボールの3枚目とか、まあ、そのポケモンを展開できるカードに変えたと。でね、まあそれ以外にもかなりこのデッキね、てかキモい点が僕の中で4箇所ぐらいあるんですよね。まずここがキモいその1なんだけど、ポケモン通信が4枚入ってるんだよね。対して悪ポケモン何枚入ってるかっていうと17枚かな。ポケモン通信4枚入れるならもうちょっと進化ラインが入ってるとか、悪タイプのポケモンがもうちょっと多いとかじゃないと、ポケモン通信結構腐るかなっていうイメージ持たれがちだと思うんですよ。僕もちなみにそう思います。ただ夜の僕は何を思ってたかっていうと、そのこのデッキはナイトアセットでドローサポートとか、とにかくそういうサポートをいかに引けるかが鍵であると。そうするとナイトアセットで引ける枚数を増やすためであるのと、あと好きなポケモンをしっかりと呼ぶためにポケモン通信は4枚必須であると。ちなみにこれはね、本番戦ったけど、まあ意外と良かったわ。ちなみに僕が次無限ダイナで大会に出るとしたら、ここは絶対3枚にします。で、あとここがキモいその2、ボスの指令が4枚なんだよね。あ、でもね、ここに関しては、まあなんか4枚でもまあ良かったかなとは思ってますね。無限ダイナのデッキって結構僕のイメージなんですけど、2ターンあれば無限ダイナがそのドレッドエンド270を連発する盤面は整うかなと思ってるんですよ。だから3ターン目以降はもうひたすらにボスの指令を打ち続けたいんよね。ツバイランスも言ってましたからね、強いカードは4枚って。あとね、ここがキモいポイントその3なんだけど、ハイドアークエネルギーなんか意味不明に1枚だけ入ってるんよ。ここはね、まあでもなんかその前日に回してる感じで、基本アークエネルギーは7枚ぐらいでもガラルファイヤーの邪念の翼は十分に使えるなっていうか、まあまあどっかで使うチャンスはあるなと思ったから、そうしたらまあ前のポケモン逃がしやすくするための、特に無限大の VMAX とかが被弾した後にベンチに下がりたい場面があるから、ハイダーク1枚にしとこうと思って。まあまあここはなんか前日特有の調整の結果みたいなところありますけど。で、最後ね、ここがキモいの4つ目なんだけど、なんか謎の戒めフーパー。これはね、もともとガラルジグザグマの4枚目だったんだけど、癇癪ヘッドはなんか3回、下手したら2回試合中に打てれば十分だなと思ったから、ここはなんか別の悪ポケモンにしようと思ったんですよ。で、その結果、自分の調整用のカードを見た結果、金沢に持ってきてたポケモンがこいつしかいなかったので、こいつになりました。はい、というね、後から見返しても正直ね、かなりイカれてるデッキなんで、まあなんかある種期待して見に来てくれた人にはすごい申し訳ない気持ちなんだけど、まあ、これでも一応金沢の優勝構築になります。で、気になる実際の当日のマッチアップはどうなったのかっていうと、予選4回戦あったんだよ。で、決勝トーナメントが3回戦か。合計7回僕戦ったんだけど、当日のマッチアップがこんな感じ。はい、というわけで全部有利マッチ。結構その周りを見た感じ、レンゲキウラウス使ってる人、僕の感覚だとあんまりいなかったイメージありますね。どっちかっていうと悪タイプのパーフェクションであるとか、僕も3回合計戦ったんですけど、草タイプのパーフェクション、まあここは地域の色なのか分かんないんですけれど、この辺の悪と草のパーフェクションを使ってる人が結構周り見てると、あと三神座神とかか、圧倒的に多いイメージがあって、まあその辺のデッキに軒並み強い無人ダイナは結果的に大正解だったんじゃないかなと。予選の最終戦だけちょっと引いても引いてもエネルギーにつながるカードがなくて、まあちょっと出遅れたっていうのと、あとしっかり相手のデッキにガラルサンダー V が入ってたっていうところもあって、まあこっちはお守りが入ってないんでね、そこでまあ負けてしまったっていうのもあるんですけれど、あ、でも予選最終戦でね、負けちゃった人には決勝トーナメントの2回戦目でしっかりとリベンジが果たせたんで良かったです。あとね、意外だったのが決勝戦がまさかのスピードザシアンだったんよね。スピザシャイターはまあドレッドエンドを3回打てれば勝てるゲームなので、まあ結構もともと有利だろうなって思ってたのと、まあいろいろ幸運が重なって勝つことができたと。まあなんかそのデッキ選択が結果的にすごく合っていたっていうところと、運よくウーラオスを踏まなかったっていうところ、それからあと無限ダイナ特有のまあ安定感っていうところにキャリーしてもらって、まあなんとかね、
今回は優勝することができました。当日お世話になった方々ありがとうございました。あとは今週末にはチャンピオンズリーグ新潟、来月あるチャンピオンズリーグの抽選結果も出ると思うんで、まあまた通るかどうか分かんないんですけど、オーバーしてあるんで、そこ通ったら頑張ろうと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。